それでは本日もこちらやっていきましょう。コミックパーティー、前回シャチミヤバクスケでエイミをクリアしてそのままスバルのルートに入りました。今回は売り同人誌を買ってスバルを誘ったので今回のコミパであとはすることはありません。どんぐらいだ。あなたの漫画の面白さを皆さんに分かってもらえなくて残念ですそうだな。そんなことに負けないで頑張ってほしいですの。金額のもちろんだよスバル。半分も出てないか。そしたらいや、あれでも半分は出たか。おい、ストーリーは絵を伝説するな。どこの偉いさんかはそうだ、明日コミバーの申し込みするんだったら今のうちスバルとこれからのこと話しといた方がいいな。まだそんなに遅くないし、よし電話してみよう。彼女の電話番号あとピーポーパーと懐かしい音ですな。はーい、いかげです。な、その子はスバル、こんばんは。仙道だけど当然じゃないか、約束したんだし。でも嬉しいです。反応が嬉しいな。うんうん、誰かの大違い。と感動してる場合じゃなかった。まあ、それでさ、今日いきなりでも悪いんだけど、次のコミパのこと話したくてさ、明日コミパの申し込みするしさ、だったら今晩中にと思ってまずったかな。そんなことないですもん。私早くお話ししたかったです。そりゃこっちも嬉しいよ。で、スバルは次の組はもうどんなジャンルで申し込むの？もう決めちゃった？私は仮面の侍赤羽本に決めましたの。仮面の忍者赤影ですな。赤羽？赤羽って確か謎の邪教と戦う侍の女、侍と仲間たちの活躍を描いた漫画だったよな。いや、今回もスバルはヒーローものだったし、ヒーローものになんか思い入れでもあんのかな。俺は実はまだ決めてないんだ。それでスバルの話を参考にしたくて。参考になりました。うん、ありがとう。参考になったよ。まあ、それとも、せっかくなんだし、一緒に原稿書いたり話したりした方がいいのかな。よろしいですの。でなきゃ一緒にやってる意味ないよ。よかったら俺がそっちに行ってもいいけど、まあ、スバルは女の子なんだし、俺がスバルの家に上がり込むのはまずかった。そんなことないですの。ぜひぜひ来てほしいですの。じゃあいつがいいかな。スバルの都合の日いい日でいいよ。うん、次の日曜日。次の日曜か。予定はないな。よし、じゃあ日曜日にそっち行くよ。お待ちしてますです。じゃあもう夜も遅いし、おやすみスバル。おやすみなさいですよ。次の日曜日か。忘れないようにしないとな。まあ、朝日ちゃんとのフラグは折っておいたから、出ることはない。ひどい。もう一回48位いけるだろ。ラッキーマン。
れはヒーローになるのか。10いけたと思ったらもうすでに5つの力を一つに合わせて日曜日遊んだ。さてと今日集まるのに縁が約束してたんだよな。さっさと準備していかないと。女待たせるなんて男として恥ずべきことだからな。だけど緊張するな。なんだって女の子の家行くんだからな。なんや別に一緒に漫画描くだけでも他になんかあるわけじゃないんだけど、一応不相当交渉には気を使っておこう。よし、これで完璧だ。時間も時間なし、スバルの家に行くとするか。教えてもらった住所によれば大体この辺なんだけど、きっとこの角を曲がればいいんだな。それらしい家は、でっかい。まあ、そんな気もしないでもなかったけど、あの浮世離れしたとこは。とにかくチャイムは、の、スバル、2階の方からか。上がってきてほしいです。ああ、圧倒されてる場合じゃないぞ。記憶でしたらいいものができないからな。お邪魔します。スバルの部屋にようこそですの。ソフビ会場にプラム、ソフビ会場にプラムにヒーロー人形、加えて格闘技大会のポスター、力士の手形、トレーニング用品。ちょっと女の子の部屋には見えないな、これは。ドリームキャストが置いてあるし、それどころか俺のし、男のシンパシー感じるのは俺の気のせい。まあ、緊張しなくて済むけど。どうかしたです？なんや、なんでもないよ。私、ずっとずっと楽しみにしてたですの。昨日からいろいろ準備したです。準備？そりゃ気合入ってるな。バッチリですの。どうびっくりしちゃうです。じゃじゃーん。北海道限定ポテチ、メロン味ですの。味が。はぁ、駅前のケーキ屋さんのチーズケーキも買っておきましたので、あとあと、和菓子の方がお好きかもしれないので、ずんだ餅も用意したですのよ。お昼はカレーライスを用意したですの。ぜひぜひおかわりしてほしいですの。飲み物は、紅茶と緑茶揃いましたの。他にもグレープフルーツジュースもありますの。筋肉が柔らかくなりますの。今日の準備って漫画描く準備じゃなかったの？ないですの。お腹が空いたら元気出ないですの。食べちゃダメなんですの？あ、いや、お菓子は3時の休憩になら。よかったですの。なんか俺たちの前途に暗い影感じるな。大丈夫か？いや、俺がしっかりすれば大丈夫。なんとかなる。多分。じゃあチャキチャキと漫画描こうか。まあ俺の方はぼちぼちやるとして、気になるよな。やっぱ気になってペンがあまり進まない。今のところはスバルを会場に飛ばしてるみたいだけど、問題ないよな。正直言って俺も初心者なんだし、あんまり人をとやかく言える立場じゃないんだよな。だいたい大使に一通りのことは聞いたけど、知識面でもありと危ういし。な、スバルの髪、中やけに薄くないか。もしかして元押しなんじゃ。
こんな紙に消しゴムかけてたらぐしゃっとくぞ、ペンだって紙に引っかかって。まずい、すまる、その紙。ああ、遅かったか。この原稿テープで貼り合わせても汚くなるだけだな。一から書き直すことになるけど、このままだとまた同じ失敗するか。仕方ない。あ、スバル、俺の紙使いなよ。いいんです。悪いけど、スバルの紙は漫画描くのに向いてないよ。紙を変えないとまた失敗すると思う。だから俺の使ってる漫画の原稿用の紙使いなよ。書きやすいし、あ、惑星とかメモリとかも薄く入ってるから。気にすることないよ、俺は予備にたくさん持ってるし。こんな時に助け合うための合体だろ。ありがとうございます。でも、それじゃあ新しく書き直すです。ま、ちょっと黙る。あげよう、書いちゃダメです。なあ、そのペン先、なあ、やっぱりこれってカブラペンってやつじゃないか。線がフラットになって強弱つけにくいぞ。それにもうペン先が痛みかかってる。これじゃ綺麗なペンは引けない。スバル、このペン先よりこっちがいいよ。 G ペンなら線の強弱つけやすくて真ん中向きなんだ。ほら、変な形してます。そうかもしれないけど、とにかくペン軸に刺してペンの先の油拭いて、よし、これで OK だ。なんだかプロの漫画家さんみたいでかっこいいですの。プロになるにはまず形から入るんですのね。昔の偉い洋楽の人が言ってましたの。そうだね。やっぱ前途多難かも。今日はいろいろありがとうございましたです。おかげで私絶体絶命のピンチを脱出できましたです。いや、俺はそんな大したことは。いろいろ教えてほしいです。ああ、俺に分かる範囲のことだったら何でも聞いてよ。はい、一緒にプロになるですの。いや、そうだね、頑張ろう一緒に。はい、ですの。じゃ、また今度ね。赤信号渡っちゃダメですの。わかってるって。はい、ですの。大丈夫さ、なんとかなるよ。まだまだ先は長いんだ。最初の一歩で諦めるなんて早すぎる。それにスバルはきっとへこたみない。どんなことになっても根拠はないけど、なんとなくそう信じられると思う。まあ48は多分十分書けるわ。面白い。現実紙揚げ玉ですか。いや、そりゃストロンガーの方のパクリじゃ。我が生涯に。エイミのところにスバルがいた。
スバルはどうしてるかな。もしもし。あ、スバル。こんにちはです。いや。どうなかったんですか。スバルはどうしてるのかなと思って。ちょっと昼寝してます。じゃあ起こしちゃったかな。疲れちゃいました。ごめんなスバル。長電話しまったな。本当、もうこんな時間です。それじゃあスバル、また今度な。はい、やったー。まだ一目盛り余裕あるな。今のステータスが28か。まあこんなところだろ。やべ、体力なくなるな。いつあれね、見てや。ちなみに体力がなんかぼっとちょっと無理したかダメだ、体がだいたい半分回復します、この状態で。まあ300はいけるだろう、余裕でね。
で今のパラメータの出典せんぞ。ああ。やっぱりロボットのヒーローは全パラメーターがマックスになってくんだ。確かどれかがマックスになると思ったけどなぁと思ったけど。何もがなんのようだ。どっちでじゃねえ。タキュー。いや、だ、なんか開いたドアにぶつかったような。まさか。おはようございますです。スバル、大丈夫？大丈夫ですよ。デコートもチッキほどではありませんでした。チッキ。当然よりのことですよ。まともに食らうと頭蓋骨陥没しますのよ。普段何やってんだこの子。グマと戦ってたりしてないだろうか。だけどどうしたのこの朝早く。今日は大事なコミパの日ですの。だからお迎えに来ました。そりゃ覚えてるけど、だからって5時は早すぎない？前回は遅れそうになりましたし、切れ置きは3本のお得と言いますの。といいことありますの、それでは私は下でお待ちしていますの。ある意味エネルギッシュな子だな。なんで朝からあんなテンション高いんだ。コミパイの情熱のせいなんだろうか。お待たせ。それではコミパにゴーです。なんか嬉しそうだね。なんですの、コミパなんですの。嬉しいですの。それに今日からはお友達がいますの。絶対絶対絶対楽しいに決まってます。あなたは違います。いや、そんなことないけど。よかったですの。このまま二人でプロ漫画家になれるともっともっと嬉しいと思いますの。といつか二人の物語は漫画になって、漫画家志望の子供たちを勇気づけますの。だといいんだけど。だけどさ、スバル、俺思うんだけど。あ、スバル、おい、スバル。おっと、どこ行ってたんだよ。お昼を買ってたですの。カレーパン、あんパン、チョコサンド、いろいろ買っちゃいましたの。おやつも250円ですの。買っちゃダメですの。買っちゃダメってことはないけど、どっか行くときは一言言ってくれよな。ごめんなさいです。店員無法といえば聞こえがいいけど、世間から浮いてる子だよな。これから先も苦労しそうだ。おはよう。天意無法の構え。スバルの新しい同人誌ですの。みんなに読んでほしいですの。ああ、スバルには悪いけど、やっぱりというか全然売れてないな、スバルの同人誌。手にも取ってもらえないし、やっぱ元気だけじゃダメなのか。スバル頑張ってると思うけど、すっかり空回りしてるよな。スバル、少し休んだら。さっきからの声出しっぱなしだろ。喉痛めるぞ。大丈夫ですよ。もっともっと頑張らないとみんなに読んでもらえないですの。私はみんなに読んでほしいです。けどな、頑張ればいいってもんじゃないしね。けど頑張るなとは言えないし。スバルの新しい同人誌ですの。みんなに読んでほしいですの。さあ、キュー、お客がちっとも来てくれないですの。こうなったら奥の手ですの。おい、奥の手って。大英流合気術2ヶ月丸マイルですの。一体どっから備えじゃ。万が一近くに襲われた時に備えて、服の下に着てましたの。一瞬で着替えられないようでは正義のヒロインにはなれませんのよ。おいおいおい。あの子は
は何でござるの？コスプレなのかな？まあ確かに人の注目を集めてるけど、これからどうする気だ？まさか！うわ、絶対飛び！これはほんの肩慣らしです。この方針真珠帰り、まだまだですの。な、今度は2回転ひねりの宙返り、連続で屈伸ドッペル、2回転宙返り、まだやる気か。ムーンサルト、違うでござる。2回宙返り、2回ひねりの新月面宙返りでござる。2回ひねりじゃありませんの。もしかして3回ひねり、着地はスーパル。ちょっと失敗したですね。スーパル、いいもの見ちゃった。いや大したもんだ。ほんとすごいよね。スタークルメンの名前も、いやよく聞くような名前、声ですね。新住所確定のイカゲスバルですの。鼓膜が破れるかと思った。怒ると怖いよな。確かに俺もあまりのことに明けに取られて注意し忘れてたんだけど、多くの人に怒られちゃったですの。もし次のコミパに参加できなかったら困るですの。いや、もっとひどいことやっても参加できてるようなドアホ二人組もいますからね。大丈夫だよ、スバルがちゃんと反省してれば。みなみさん心が広いからきっと大丈夫さ。なんたって同じこと言っとる。なんたってユウやエミがコミパに参加してるくらいだからな。どう考えてもミナミさんがあの二人をかばってるとしか思え。今気づいたけど、ああ人形かと思ったら服の裾か。だけど今回のことではっきりしたけど、俺もちゃんとスバルのこと考えてやんないとな。スバルがプロになりてえって言うんならその道筋作ってやらないと。俺も初心者で何か教えられるってわけでもないけど、基本技術だからな。スバル、スバルの都合のいい日でも俺の家に来ないか。絵の描き方とか教えてやるよ。俺もまだまだ初心者だし、絵とか習ってたし、基本的なことだから。よろしいんです。もちろんだよ、いつがいい。早く絵を習いたいですの。次の日曜日がいいですの。次の日曜か、俺の予定はないな。よし、日曜日に行きなよ。ぜひぜひケーキを持って行くですの。なんか勘違いしてる気がかすかにするけど、まあ当日考えるか。じゃとりあえずここまでにしておきたいと思いますと。はいっと、では失礼します。